アナウサー、ピーターの話。ベアトリクス・ポッター。作、大久保優。役、むかしむかし、あるところに、4匹の子ウサギがおりました。名前は、それぞれ、フロプシー、モプシー、カトンテル、ピーターです。4匹は、お母さんと一緒に、とっても大きな、もみの木の下にある、穴の中に住んでいました。ある日の朝、アナウサママが言いました。さあお前たち、野原の中や小道の先で遊んでらっしゃい。でも、マクレガーおじさんのお庭には行っちゃダメよ。昔、お父さんがそこで、ひょんなことから、マクレガーおばさんに捕まって、パイにされたんだから。いってらっしゃい。気をつけるのよ。お母さん、留守にしてるから。それから、アナウサママは、カゴと傘を手に持って、森の向こうのパン屋さんへ向かいました。買ったのは、一斤の黒パンと、ぶどうパンを5つです。フロプシーと、モプシーと、カトンテルは、とってもいい子でしたので、小道を下って、黒いちごを摘みに出かけました。けれども、ピーターは、ひどくやんちゃでしたので、そのまま、マクレガーおじさんのお庭に一目散。入り口の柵の下を、無理くり、くぐり抜けたのです。すぐさま、レタスと、インゲンをかじって、おまけに、20日大根まで。すると、どうも気分が悪くなったので、お薬のパセリを探すことにしました。ところが、キュウリの苗箱を回ったところで、出くわしたのが、なんと、マクレガーおじさん。マクレガーおじさんは、四つん這いで、キャベツの苗を植えていたのですが、飛び上がって、ピーターを追いかけます。クワをふりふり、叫ぶのです。待て、ぬすっと。ピーターは、もうびっくりして、震え上がって、庭中を駆け回りました。それというのも、入り口がどこにあったのかわからなくなったのです。しかも、キャベツ畑で靴を片っぽ、じゃがいも畑でもう片っぽをなくしてしまいました。靴もないので、四つ足で走ると、
ぐんぐん速くなって、うまくいけば逃げられたと思うのですが、運悪く、すぐりの網に突っ込んでしまい、上着の大きなボタンが引っかかってしまったのです。ちなみに、青の上着で、真鍮のボタン付き、おろしたてのものでした。僕は、もう死ぬんだな。ピーターは、大粒の涙を流しました。でも、その泣き声が、たまたま、優しいスズメたちにも聞こえて、そして、慌ててそばに飛んできて、諦めないで、というのです。マクレガーおじさんがやってきて、持ってきたふるいを、ピーターの上から、パッとかぶせようとしましたが、ピーターは、住んでのところで、上着を脱ぎ脱ぎ、後に残して逃げ出しました。そして、物置小屋に駆け込んで、じょうろの中に飛び込みました。とってもいい隠れ場だと思ったのに、水がたくさん入っているなんて、マクレガーおじさんには丸わかりでした。ピーターは絶対物置小屋のどこかにいる。もしかすると植木鉢の中かもしれない。やがてそろりと持ち上げて一つずつ中を見るのです。まさにその時、ピーターがくしゃみを、拍手！マクレガーおじさんがたちまち近づきます。足で踏みつけられそうになりましたが、ピーターは窓の外へと飛び出して、ついでに植木を三つ倒しました。窓が小さすぎたので、マクレガーおじさんもピーターを追いかけるのを諦めて、野良仕事へと戻ることにしました。ピーターはほっとして腰を落ち着けます。息もキレキレ、心もブルブル、どっちへ行ったらいいのか、ちっともわかりません。しかも、じょうろの中にいたので、もうずぶ濡れです。しばらくして、うろちょろし始めましたが、とぼとぼ、とぼとぼ、ゆっくりと歩いて、きょろきょろ。壁にドアを見つけましたが、鍵が閉まっていて、下をくぐり抜けようにも、ぷっくりとした子ウサギの通る隙間はありません。お母さんネズミが、
石の戸口を入ったり出たりして、木の中で待っている家族にお豆を運んでいます。ピーターはそのネズミに入り口への行き方を聞きましたが、口に大きなお豆をくわえていましたので、ネズミは何も返事ができません。ただ、首を振るだけなので、ピーターは涙が出てきました。それから、お庭を突っ切って、帰り道を探そうとしましたが、余計に迷ってしまいました。やがて、マクレガーおじさんが、水汲みをするため池のところへたどり着きます。白い猫が、金魚をじっと睨んでいて、ピクリとも動きませんが、時たま、尻尾の先が、生き物みたいに、くねくねとしていました。ピーターは、そっとしておくのが一番だと思いました。いとこの、バニバニベンジャミン君から、猫のことは、それなりに聞いていたのです。物置小屋に戻ろうとすると、いきなり、すぐそばから、クワの音が聞こえてきました。さっくり、サクサク、さっくり。ピーターは、茂みの下を、あたふたと走り回ります。けれども、なんということもないので、すぐに出て行って、手押し車の上へ登り、様子を伺ってみました。まず見えたのが、玉ねぎ畑を耕すマクレガーおじさん。ピーターには背中を向けていて、なんと、その向こうに、入り口があるのです。ピーターは、音も立てずに、手押し車を降りて、全速力で走り出しました。黒すぐりの茂みの裏、まっすぐ道を進みます。角のところで、マクレガーおじさんに見つかりましたが、ピーターは構いません。入り口の下に滑り込んで、とうとう、庭の外、森に入れば安全です。マクレガーおじさんは、小さな上着と靴を棒に引っ掛け、カラスよけのかかしにしました。ピーターはそのままずっと走りっぱなしで、振り返ることもなく、大きなもみの木のお家まで帰りました。もう、くたくたなので、うさぎ穴の、ふかふかした、柔らかい土の地面に寝っ転がると、まぶたがすぐに落ちます。
お母さんは、お料理の最中で、手が離せませんでしたが、身につけていたものはどうしたのかしら、と、首をかしげました。ついこの間も、上着と靴をなくしたっていうのに、なんと言ったらいいのか、ピーターは、その日の晩はずっと、具合がよくありませんでした。お母さんは、ベッドに寝かしつけ、カモミールのお茶を作ってあげました。ピーターへのお薬というわけです。寝る前に大さじ一杯飲むこと。かたや、フロプシーとモプシーとカトンテルは、晩ご飯にパンと牛乳と黒いちごを食べました。おしまい。